こんばんは、ムッタンさんですね。今日は最初のバージョン1のストーリーですね。これから今過去のところに来てですね、これからバージョン1のラスボスに行こうかと思います。ちょっと風邪気味なんですけど、はじめまして。はじめまして、ギーグスさんと、これからですね、箱舟ね、ちょっと出遅れたんですけど、この頃はみんな懐かしのムービーをですね、皆さんと一緒にと思って、ムービーありのバージョンを撮ろうと思って、これからのエイダメテスとネルゲルですね、行こうかと。皆さん、石足らなかったんですけど、今ですね、冒険ガイドがあるので、結構石がなくても行けるようになったんですけど、一応なんか途中でこの間、過去のグレンとランドン山脈を一応取ってきました。この間の途中ですね。この間は、エルジュ、エンジュ、あれ、小さな男の子、なと思ったんですけど、小さな男の子ですね、なんかちょっと男性女性違うんですけど、アンルシアの髪型に似てるなって思ってきて、いつもこんな声じゃないんですけど、ちょっと鼻声で、声がいつもとは違います。ちょっと高めになっちゃってます。はい、楽しかった時代、ちょっとね、3ヶ月ぐらいで遅れて、結構1人でやったかなと思うんですけど、私は。これ、どうやっていくんだっけな。ちょっとまずやり方を見よう。一回第3位だね。はい。これは誰からもリクエストはないんですけども、この冒険ガイドを使ってみたいということで、今これをですね、やってます。はい、このキャラはまだやってなくて、これどうやればよかったのか全く忘れちゃった。かといってメインもそんなに進めてるわけじゃないんですけど、ストーリーもやりたいなと思って、これ日課と週課放送をよくやってたんですけど、あと試練の放送なんですけど、たまにはストーリーをみんなでやりたいなと思って、手前の敵を倒したら、でここで気をつけなきゃいけないのが、もう一度確認してきたんですけど、冥王の後からのムービーはオフになるので、別のキャラの画面にですね、映して別のストーリー、ちょっと朝親に注意されない程度にですね、ゴミ出しぐらいの時間には終わるかなと思います。はい、サブキャラですね。初見さんいらっしゃい。最初やった時よりだいぶ画質も良くなってるんじゃないかなと思って。最近動画アルバムを作り始めたので、ストーリーの動画ないのでちょこちょこ撮ってます。この間というか1週間前はですね、いけません。1週間前は冒険ガイド、まだ全部やってないんですね。イットとプスゴンとジュレットのストーリーをサーバー1から言ってくださいというリクエストがあって、サーバー1でっていう指定があったんでサーバー1からやってみたりですね。しましたが、久しぶりにですね、これレイダメテス来ました。これもともとプクリポのキャラなんですけど、早く人間じゃなくてプクリポに戻りたくて、ちょっとこのストーリーをやっちゃおうと思って。チームクエストばっかりやってたので、よくこのキャラとか戻ってたかなと思う。ストーリーが結構バラバラに残ってたなと思って。ただ日替わり討伐用に荒船と水流とジウギスと、あとちょいちょいストーリーはやってしまっているんですけど、かなりのネタバレあるかもしれないので、もし楽しみにしている方はちょっとネタバレがちょいちょい入ってきてしまいます。前の敵を倒すんですね。向こう側も行かないと。そう、一応この間ですね、この左上のやついじったんですけど、そのイベントスキップのプだけこう見えてしまっていて、いいシーンなのになんかプだけ見えてちょっと面白いとかいう話になってしまって、ちょっとずらしてイベントスキップのプが見えないように調整しました。ちょっと一人で行くと寂しいので、ちょっと放送でやりたいと思って。何回かは一人で黙々と思い出しながらやるのもいいんですけど、かみんなと行ってる感がですね、いいかなと思って。今時一人をみんなでやることないから寂しい。あ、そうなんですよ。なのでね、放送でちょっとやってみてます。いやでも誰かに手伝ってもらったかな、この時も。でももうピキンピキンされて本当に怖かった記憶はありますね。あ、あとは最初自分のキャラはちょっと手伝ってもらったかもしれないんですけど、サブキャラとかは自分のメインとかとくっつけて一緒に行ったりとかして、まあ、本当2アカとか3アカとかで来るとそっちのキャラに本人は超元気玉とで、そのお手伝い報酬は、元気玉ですね。ただここまで来る、まあ、今余ってる方もいるかもしれないので、あと元気チャージですね。次までに取っておいてくださいっていうアナウンスもあったので、何になるのかなっていうのは楽しみであるんですけど、今の元気玉、超元気玉、特訓、元気玉、それ以外、あとメタル迷宮、まあ、あと他に何か新しいものに交換できるようになるんじゃないかっていう。よし、3つ。どっかが開きましたね。あれ、どことつながってる？結構放送見てる方、いろんな方やってるのであれですよね、何回か見たかもしれないですね。あと初心者大使さんも結構進んでましたね。見たら結構進んでてびっくりしました。ラスボス討伐後からはちょっと画面を切り替えたいと思います。それだけ注意しないと。ここで確かラズバーンかな。やっとこの子もラズバーンできるようになるのかな。あれ、ね、これどんどん追いかけられるシーンなのにあまりこうレベルが上がってしまって後ろから全部こう追いかけてくるんですよね。ちょっとあんまり反応してくれなくなっちゃった。レベルのせいだこれ。悲しい。これ結構白熱シーンでキャーって言いながら逃げるシーンなんですけど、すごい石像、こういう石像を家に置きたいですよね。すごいいい石像がありました。かわいいんですけど、こういう石像ドーンと置きたいですね。かわいいですよ。追いかけ、あれと討伐とか言ってね。そうな、大難形態があるのでちゃんと改めて確認しました。ここはまず大丈夫。いいですよね、一回。かわいいんですけど、欲しいですね。守護者ラズバーン、こういった登場の仕方をしていたんですね。なんかちょっとずれて下があまり見えてるんですけど、これ左上の、あとでもう一回ずらしておかないと。痛いので、なんかここで会心ガードを取った記憶がありますが、今ちょっとこれはですね、弱いモードでやってます。選べるようになったのでね、バトルが苦手な方でもストーリー楽しめるんじゃないかなと思って。そう、敵が怖すぎてもう本当にレベル上げをした後、かなり遅い段階で行った記憶があります。ねおーって言ってます。おさらいね、これね、いいダメです。カプサイシンになったか。こは大丈夫なんですよね、ムービー的に。まだラスボスじゃないので。午後も、あ、こんばんは。またこんな時間にすいません。ビレさんいらっしゃいませ。そう、まだ大丈夫だと思います。なんか若干これずれてますね。もうちょっと左でもよかった。一番ちょっと解明したいキャラのうちの一人ですね、これは。あ、来た。助けてくれる。ちょっとアン・ルシアにね、ちょっと似てるかなと思ったんですよ、この髪型ね。オールバック。ウコンの力。カプサイシンね、この。だいぶ綺麗になってますよね、この。まあ、自分のテレビも変えたし、最初 Wii とか WiiU とか、さらに内部も。いやだ、ウコンあげますって。バージョン1ですね、これは。おさらいな感じなんですけど、これね、ちょっとアン・ルシアになんか似てるような感じが放送終わってからふと思ったんですよ。ウコン、いや、なんかあれですよ。あ、この間にこのエルジュ君がなんとかの儀をやってきましたって言って、飲みすぎのあなたに。あれですよ、なんだっけ、ゾーマの薬草をあげちゃうとダメージ与えられるみたいな。でもこれは逆パターンで、ウコンプレゼントパターン。まだ大丈夫ね、まだ大丈夫。ちゃんと一応なんかもう一回確認したんですよ。あ、攻撃感もそう、薬草でダメージになりますよっていう。かわいい、何これ。もう見ろよ、すごい出迎えだ。これはアン・ルシアと関係あるのかな、関係ないのかな。髪型だけかな。ちっちゃい時のアン・ルシアに、君は本当に未来から。大丈夫？まだなんか若干その左上のが隠れてないような気がするんですけど。またずらし直さなきゃ、これちょっとダメだった。出ました、先ほどやっぱこのフォースティールのね、あ、間違えて言ってたんですけど、私フォーステイルをフォースティールってよく言っちゃうんですよ。全力でね、頑張った。ちょっとばったりしちゃった。正確にはアボカドではなくアボカドですとかね、その感じで。オス、あれ何の話してたんだっけな。何のテイルなんだろう。結構ねそう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 。あと名義もね、ちょっとね時々ねなんか違う感じで言ってることがガミルゴの忠義でいいのかな。いや、私戦士の今の装備コーマだと思ってたんですけど、ゴーマなんですか。こうじゃなくて50音順に並べた時にその読み方わかるけど、こなのかごなのかっていうご。あ、なるほどね、そこから。ドラクエのね漢字結構読めないっていうか、まあ、枯山水は普通のなんか和風庭園に使うやつ、それも読めなくて、フォステイルね、もうずっとあのフォステイルがランダムで現れるイベントあるじゃないですか。その時までずっとフォステイルだと思ってました。霊廟、もう何層何層じゃなくて霊廟なんだよみたいな。あ、アイテムが送られました。で今度は現在に行くのかな。これグレン1のエルジュ、過去のグレン1の今冒険ガイドがあるので、これかなり便利だなっていう。冒険ガイドができてからやってなかったと思って。で現在から今度行くのか。なんかここあれですよ、あのなんか怖いあのバトルルネッサンスにも出てくるあの鉄球を振り回す犬みたいのが出てくる怖い場所みたいに思っちゃって、もうすごいほんの数時間でめちゃくちゃ大人になりましたね、エルジュ君。約束しろだって何をだ。あ、実はここでお友達になってくれてたことを忘れてしまっていました。盟友だみたいなね、ちょっとストン。ずっともは結構称号ももらえたんだけど、あ、そうだ、この後も称号もらえるのかな。でも結構後でまたね、バージョン3あたりでまたエルズくんに助けてもらう時が、あの部屋でね、戦闘しました。あの時街の中でも全滅してませんでしたか、核。でもその後からかな、街の中とかでは全滅しても1で、あ、1で戻ってたかな、その時も。戻りますって、そのダストンが出てくるところは戦闘になる。超名画のここにお店ないです。で、ここからがちょっと間違えればバーンになりますからね、ちょっと気をつけて。ボケっとしてたらムービーになっちゃいますから、ここからフルッカーの家。薬草クエストの薬草の棚の前に大回り、風がねちょっとむせそうなんで、お茶飲みながらやりますけど。そう、ちょっと風の方は良くなったんですけど、あともうちょっとかなと思ったら、こう鼻声で鼻水から来て、今喉に来て、もう咳がちょっとたまにうぐって喉でね抑えようかなと思って、すぐにマイク切ろうかなと思うんですけど、あ、これね、よく、あ、ごめんなさい、ここだとこれ怒られちゃうかな、これ何に似てるってよく、だっけ、なんていうグループだ、はるなさんでしたっけ、似てるって言って、そう、いや絶対プルッカじゃねえよって言われそうですけどね、これモデルになったんじゃないかっていう。ちょっとドラテに出てませんでしたかって言って、ああそうだ、そのネタパッコスじゃねえよっていう、怒られちゃう怒られちゃう、伝承されてます。山頂に一番今近いのは邪神ですよね。邪神飛ばしてくれるんだろうか。この冒険ガイドがどこまで使えるのかっていうのは、メガルーラストーンぐらいまで使えるかもっていう。そう、邪神に飛べるかな。その冒険ガイドが今便利で、そこまで飛べれば行き先を見る。近く、あ、もっと近くまで飛べそう。行きます。これですね、冒険ガイドを表示するって言って、このシステムのとこからシステムのとこからもう一回おさらいすると、新しいというかで表示するにしておいて、でそれでメニュー画面開いてから、ここ私Wii U なので Y の行き先を見るやると、進みますかって言って行けるみたいな。でこれで頭ぶつけたとかなったらもう一回使えるのかな。はい、この間練習しました。邪神より近いとこにもう石作らなくていいのかな。もう変えとこう。これまた途中で中断過去エリア、はい、これ全部皆さん最初の頃走って行かれたかなと思いますけど、ここまで来るとムービー来るかな。あ、来るか。よし、このね白鳥のボートみたいな足こぎボートにそっくりのね乗り物。ここはよし。でちょうど後でそこで一回配信止めますね。ラスボス討伐、あ、画面切り替えた後一回止めて区切ります。この間長い時間やったら画像がすごく重くなってしまって編集しにくいっていう、なんか撮影する時間よりも画像ちょっと編集する時間の方が難しく長かったんじゃないかっていう。ので一旦そうですね、画面切り替えて、なんかねちょっと下が見えてるような気がしてしまったので、左上も直せれば直したいですけど、これそのままいっちゃっていいのかな。このままヘルゲルまでは毎回討伐は行ったことないんですけど、バズズのソーサリーとかを作っていて、なんかたまに募集が人がいなくなると強ボス討伐とか行って、たまにネルゲル行こうみたいな。ジョニー・デップ、ギガントヒルズ、こんにちは。あ、こんばんは。いや、5時過ぎたからおはようございます。体型がってる。ギガントヒルズだからね。ちょっとなんか横に伸びちゃいますよね。ガイアはちょっとスレンダーだった感じしますけど、あれちょっとすごい大きいですね。大きかった。ついつい絡まれました。ずっしりしたからね、地面まで揺れてましたね。この後もトロルとかいて、ずっしり系がこういるかなって。この後もなんかトロルキングではない、ボストロールみたいな。どっから行くんだっけ。最初でここにいる敵を倒しに行かなくても、牧場の港で門番冥王の心臓の奥に行こうってあるね。行けばいいのかなこれ。絡まれながら行くっていう設定なのかな。いやこれ解放しながら行くの、そのまま行っちゃっていいのかな。さっきは過去のレイダメテスでは門番で解放はしたんですね。ここ走っていくだけでいいのかな。ほらまたずっしり系が。これ逃げられるのかな。結構逃げられますね。ここまでじゃあトロルでした。でこのあと討伐したらあれ、さっきとなんか像が向きが変わってる。さっきの像すごい可愛かったんですよね。ちょっと目の前っていうか斜め前向いてたような気がしたんですけど。そんなことなかったかな。ちょっと上向きになっちゃったよ。よし、せっかくなんで。記念写真撮りました。これ行くだけでよかったのかな。冥王の心臓の奥に行こう。行き先を見る。いや、これですね。いや、冥王よりもの放送禁止部分があるので、冥王討伐後からのムービーで一旦切り替えないといけないですね。その方が怖いです。私ドキドキした。プクコ、早くプクコに戻りしたいんですよね。これ、ここら辺までやって、はい、この時のフジゲルさん、途中でね、しびれるんですよね。実に冥王の押せないのかな、こんな変なとこ重い。先にこれをすまん。まだこれは大丈夫。携帯が変わりますよね。この後から切り替えないといけないんですけども、不意に止まったりしたらどうしよう。操作ができないってなったらしびれました。バカな。の方の後、丸の文字で気にしたんだけど、5文字ゴーリゲールになっちゃった。えねえ、ちょっと待って、ここにしよう。後ですよね。この後からは消せないですね。毎回確認しよう。やだ、さっき確認したんだけど。これは6回目かな。え？メルギルの戦闘後のムービー？明治王じゃなかったの？これちょっと待って、この後まずいかな。消しますね。これこの後ダメなはず。倒しちゃった。ちょっと待って、戦闘後のムービーもダメなのかなこれ。あー、ちょっとこれ怖いな。明治王って書いてないんだけど、ムービーこれ変身もネタバレになっちゃうからダメなのかな。あ、でも一応こっちのムービーでは目をネルゲルになってるけど、フロールは結構イベントスキップができますね、これ。ちょっと一回配信を切りますね、区切りますね。おはようございます。ここで画像一回区切っとこう。一回止まります。